はい、今日は小春ちゃんが学校お休みなので2人でランチです。はい、本当は食べに行こうと思ってたのにね、うん、ちょっとね、緊急事態宣言が出ちゃって行ったらお店が全部閉まってたんで買って帰ってきました。そう、せっかく行ったのにね、今日は小春のにこれ冷やし中華、冷やしラーメンみたいなやつね、とイカわわわおこわのおにぎりとこれよしお団子デザート食べます。そうそう、それ全部入れるんじゃ、生姜だけ入れんといた方がいいかも。じゃあここ貼る、入れないやつ。あ、いいよそれは。結構ちょうだいいいか。いいよ、せっかくやったのにね、うん、せっかく行ったのにね、うん、じゃあアイスとかも食べようかと思ってたのに。そう、食べようと思ったのにね、しまってたのに。うん、うん、服は開けたよね。でも美味しい。しかもいつやったっけ、当面の間閉めますって書いてたね。当面の間、当面って、うーん、期限がない。例えばさ、今11日までって言われてるから11日まで閉めますじゃなくて、いつになるか分かりませんって感じ。今日はデートだったのに。うん、服買ったよね、特別。今から何する？ゲーム。何？そうじゃないじゃん。やっぱりあつ森。つ森？あつ森どんなのあってる？これめっちゃ美味しいな。ご飯のつまみ行くぜ。うん、いいよ。卵でかい。いらんの？好き？あのこうやってね、滑ったらね、うん、あの汁がバンって飛んでったら嫌って言った。このワンピースどう？いい、寒い。なんで上脱いだ？ご飯食べる。夜ご飯何しようかな。唐揚げどうかな。夜ご飯いいよ。酸っぱい。夏っぽい。夏、うん、美味しい。すごい。おにぎりいる？お肉おいしい。